任期満了に伴う県知事選挙と宇都宮市長選挙はあさって投開票が行われます知事選挙は6期目を目指す現職と県政の刷新を目指す新人の一騎打ちの戦いとなっています知事選挙に立候補しているのはいずれも無所属で届け出順に自民党と公明党の推薦を受ける現職の福田富和候補71歳と 共産党が推薦し、社民党が支持する新人の張川佐久間候補、七十四歳の二人です。福田候補は、未来への投資をキャッチフレーズに、少子化対策や女性・若者の活躍推進、LRT の西側延伸への支援などを公約に掲げています。県政史上最多、そして、 全国の現役の知事でも最多となる6期目を目指すにあたって、他選については選挙で審判を仰ぐとしています。保護者の負担が軽くできるような仕組みを25市町連携して県は取り組んでまいります。国会議員の皆様、県議会議員の皆様や市町長とも連携を図って、誰もが安心して子育てができる、子育てがしやすい、 つくり、さらには農業も若い人が意欲を持って取り組める環境づくりに取り組んでまいります政治団体、みんなで県民の知事をつくる会が擁立した新人の張川候補の合言葉は、冷たい県,政をチェンジ県民の暮らしを守るため、公共事業の在り方を見直し、 18歳までの医療費の無料化をはじめとした、福祉サービスに財源を充てるべきとアピールしています。20年も同じ人が勤めていると、忖度が広がり、異論や批判的意見を,意見を遠ざける、傾向が出るのは必至です。県民のための財源を、県民のための暮らしを守る運動を強めていきたいと。 新しい栃木を作りましょう張川佐久間と一緒に新しい栃木を作るために手を貸していただきたいと思います福田県政後期20年の評価や多選の是非 LRT の西側延伸への県の関与などが争点となる今回の知事選挙あさって17日 県内792カ所の投票所で投票が行われ即日開票されます。